ここがドワーフ鉱山。一昔前は魔法石の採掘で栄えたらしいが。なんか出そうなんだぞ。あ、奥の方に家がある。話聞きに行ってみようぜ。こんばんは。って空き家か。荒れ放題だ。顔に蜘蛛の巣が。なんか机とか椅子とか全部小さくね。子供1、2、3、4、7人。おお。ドワーフ鉱山が栄えていた頃はさぞ賑やかな家だったんだろうな。ここでこうしててもしゃあない。魔法石があるとすれば炭鉱の中だよね。とりあえず行ってみようぜ。この真っ暗な中に入るのか。ビビってんだせ。なな、ビビってなんかあんねんだぞ。俺様が隊長だ。お前らついてくるんだぞ。待て。ん？んだよ。何か。いる。10年ぶりのお客様だ。ゆっくりしていきなよ。永遠にね。
こもゴーストがうろうろしてんのかよ。いちいち構ってたらキリがない。先を急ぐぞ。偉そうに命令しないでほしいんだけど、だいたいお前があんなバカな真似しなきゃこんなことになんなかったのに。元はといえばお前が掃除をサボったのが原因だろ。それを言ったら最初にハートの女王の像を燃やしたのはそこの毛玉だぜ。ふな、お前が俺様をバカにしたから悪いんだぞ。お前たち今の状況が分かってるのか。朝までに魔法石を持って帰れなければ僕たちは退学なんだぞ。だからさっきからいちいち仕切んなよ。ムカつくな。この声は…死ぬ。なんか、だんだん近づいて…で、出たー。なんだあのヤバいの。ブラーあんなのいるなんて聞いてねえんだぞ。はよ逃げろ。めっちゃえぐい。でもあいつ石がどうとか言ってなかった。ここに魔法石はまだあるんだ。無理無理、いくら俺様が天才でもあんなのに勝てっこねえんだぞ。だが魔法石を持ち帰れなければ退学。僕は行く。冗談でしょ。俺は絶対に退学させられるわけにはいかないんだ。尻尾を巻いて逃げてもいいぜ。やるな。はいはい。情けねえ面すんな。よろしい、いいだ。図が高いね。レベル上げが足りてないっすわ。
ノーコン真面目くんは引っ込んでな。俺が仕留める。はぁ、あ、こっちに来るな。全然効かねえんだぞ。あいつの後ろ、この奥でなんか光って、あの光は魔法石。ここまで来れば大丈夫か？いったー、何だったんだよさっきの。あんなのいるなんて聞いてねえって。ただのゴーストではなさそうだったな。もう諦めて帰ろうよ。あんなんと戦うくらいなら大学でいいじゃん。もう、あ、叫んだ。大学になるくらいだったら死んだ方がマシだ。魔法石が目の前にあるのに諦めて帰れるかよ。は、俺より魔法下手くそなくせに何言ってんだが。行くなら勝手に一人で行けよ。俺はやめた。ああ、そうかよ。なら腰抜け野郎はそこでガタガタ震えてろ。はあ、腰抜け？誰に向かって言ってなあ、デュース、お前なんかキャラ変わってる気がするんだぞ。わ、悪い。少し取り乱した。お前らバーンとド派手な魔法とか使えねえのか？大掛かりな魔法や複雑な魔法の使用には訓練がいる。だから魔法学校があるんだけどね。パッと思い浮かべた通りに魔法を使うにはかなり練習が必要ってわけ。ぶっちゃけテンパってるとミスりやすい。得意な魔法なら感覚で使えるんだけどね。とにかく僕は何とかしてあいつを倒して魔法石を持ち帰る。だからお前さ、シャンデリアの時といい、実は相当バカでしょ。さっき全然歯が立たなかったくせに、なんとかって何？何度やったって同じだろ。なんだと？お前こそ！また始まったんだぞ。いきなりでけえ声出してどうしたんだぞ。しかし一体どうしろって言うんだ。力を合わせるって何それ、寒い。よくそんなダッセーこと真顔で言えんね。同感だ。こいつと協力なんかできるわけない。でも入学初日で退学ってもっとダセい気がするのだ。それは…わかったよ。やればいいんでしょ、やれば。で、どんな作戦？なあ、本当にその作戦うまくいくのかよ。いや、不安なんだぞ。ああ、行こう。
こっちなんだぞ。しょぼい炎も俺が風で煽ってやればバーナー並みの火力だぜ。しょぼくね。本当にお前一言多くてムカつくんだぞ。おっつけ、よく狙うんだ。いでよ大釜。やった、うまくいったんだぞ。おい見てみろ、化け物がさっきのエースみたいに大釜に押しつぶされてぺったんこになってるんだぞ。さっきの俺みたいってのは余計だっつの。ったく、今日はマジいいとこなしじゃん。あいつが足止めを食らってるうちに魔法石を取りに行くぞ。押しのけそうじゃん。バイデュース、もっとなんか乗せるんだぞ。重たいもの。いでよ大釜。あとは大釜。それから大釜。お前、大釜以外に召喚レパートリーないわけ？うるせえな、テンパってんだよ俺だって。魔法石はゲットした、つらかるんだぞ。了解。Hey guys, thanks for watching this video. If you like this video, be sure to leave it a like. And if you want to see more of my future content, be sure to hit the subscribe button. And to stay up to date with all of the releases that come out daily, be sure to click that bell. And if you're feeling a little bit generous, why not check out my Patreon page? Link is down in the description. And as always, until the next video, hasta.